北海道大学総合博物館は国立大学法人北海道大学が設置している博物館である。北海道大学における博物館は札幌農学校時代の1884年にそれまで開拓士が管理運営していた植物園博物館を譲り受けたことにより発する。なお植物園博物館は現在 北海道大学北方生物圏フィールド科学センターの管轄下に置かれており、総合博物館とは別組織となっている。1966年より札幌キャンパス内に総合博物館の設置が検討が開始され、およそ30年にわたる構想の上、1999年文部省より設置が認められた。総合博物館は、 札幌農学校の開校以来140年にわたる研究成果として生み出された学術標本を良好な状態で集約、管理し、学内外に情報を発信することを目的としている。学内組織としての総合博物館は札幌キャンパス校内にある本館並びに札幌農学校第2農場函館キャンパスの水産科学館の3施設により構成される。 開館時間、休館日等は以下の通りである。札幌の学校、第2農場は、当該記事、水産科学館は、北海道大学函館キャンパスを参照。ありがとうございます。